道民カレッジは、北海道教育委員会の生涯学習事業である、北海道生涯学習ネットワークカレッジ事業の通称である。北海道内の社会教育施設等で実施する講座を体系化し、その体系化された講座群から一定以上の学業を積んだ者には、学長が認定、称号を授与する。本事業は、誰でもいつでも入学できる。 学びたいという意思を唯一の入学資格とする北海道の生涯学習の学園というコンセプトのもと学館が連携して北海道内閣市町村で行われている様々な学習機会を体系化することにより北海道民が自らの意思によって学び自立した北海道の創造に寄与する人材を育成することを目的として2001年9月14日から開始される 道民カレッジ事務局が入居する北海道立道民活動センタービル道民カレッジで実施されている講座には主催講座と連携講座がある。すべての連携講座は下記に示す北海道学コース、能力開発コース、環境生活コース、健康、スポーツコース、教養コースのいずれかのコースに分類される。称号を取得しようとするものは 自分の学びたいコースを定める必要がある。各講座の単位の認定基準は、下記の通りである。道民カレッジの取得単位の分類として、必修単位、専門コース単位、選択コース単位がある。一定以上の単位を取得したものは、事務局への申請により、下記の称号が学長名で授与される。また、総取得単位数が先端位ごとに達したものには、 学長奨励賞が授与される。ただし、同民カレッジ博士の称号を取得していることが条件となる。同民カレッジの関連事業として、北海道学検定推進機構が主催する北海道学検定があり、この検定制度との連携が図られている。例えば、検定を受験した者には検定種別により一定の単位が認定されたり、また、 検定合格者に発行する合格証書には、北海道学検定推進機構会長名のほか、道民カレッジ学長の名前も連名で記されるといったことがある。ありがとうございます。